グリニーは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ県の都市。ビリー・シャティオン・コ・ウルポは地方の北東端にあたる。コミューン面積の約53%が都市化されている。数少ない田園地帯は、公園、ビリー・シャティオン・コの周りの森林約先となっている。ビリー・シャティオン・コの面積の2、3が、グリニーに含まれている。セーヌ川が、コミューンの北東部を流れている。 グリニーのコミューン庁舎は、フランス国道のゼロ地点であるパリのノートルダム大聖堂の南東約2 2トルにある。グランドボルヌ地区、グリニーの最古の名は、12世紀に地元領主の文章に書かれたラテン語、グリニアクムである。13世紀、フィリップ2世の特許状大長には、グリニアクムと記されていた。1793年以降、 現在の綴りに固定されている。セーヌ川を春節していた1869年、聖堂の探検、銅の斧、骨のハサミが見つかっており、聖堂期時代より人が定住していたことが証明された。グリニー・マイナスサントル駅建設中の1969年、ガロローマ時代のビルダルスティ解析が発掘された。そこから二十フィートの長さの壁、陶器の釜、 二世紀から四世紀のものとされる金属製の日用品が見つかった。1937年、メロビング町以前のネクロポリスが発掘された。そこには37人が埋葬されていた。1948年に行われた二度目の調査では、四世紀に作られた42箇所の墓が復元された。12世紀に初めて建てられたクリニーの教会の周りには、 13世紀にクーラー、アナメレムが作られていた。なんとの直霊後の1599年から1600年まで、グリニー漁師はユグノーたちを受け入れ、彼らの信仰の場を設けた。1890年代、ピケティの採掘現場で形石と砂が取り出されていた。後に、この場所がビリーシャティオンコとなった。19世紀後半から20世紀初頭のグリニーの村は、 セーヌ川の本流から遠く離れていた。鉄道のビルサンジョルジュ・モンタルジ線、国道 N-7 の新設が穀物生産や首都への形跡輸送に貢献した。往来が要因になるとパリ市民の週末の観光地となった。1930年代、採掘会社がコートのために最初の住宅ランチを作った。1950年に採掘作業は終わったが、 新たな住民たちはグリニーに残った。1954年までアメリカ合衆国空軍がオルリン空港を接収していた。その後、ナト o 軍が任務に就くと住宅会社ティネはパイロットとその家族が住まうための住宅を1955年から1966年までグリニーで提供していた。1961年、エニョン地区に 航空工学技師の職業訓練学校が設置された。1962年以降、アルジェリアから帰国したピエノワールたちが、クリニーの集合住宅に退居暮らすようになった。ヨーロッパ第2の規模を持つ分譲集合住宅群、クリニーには1969年以降作られた。この分譲集合住宅は、フランス国内最大規模で、ショッピングモール、鉄道駅が、 開発業者の資金援助を受けて備えられていた。1971年、3685個もの部屋数を備えた集合住宅群、エミール・アヨー設計のグランドボルヌが完成した。社会的困難の中にある人々が密集して暮らす、これら万流の集合住宅群で、暴動が日常化するようになった。1935年以降、グリニーは、 フランス共産党への支持が強力な左派の画像である。事実、国政選挙及び地方選挙のほとんどすべてで左派候補が主位となっている。ありがとうございます。